こんにちは。こんにちは。今日はですね、今週末に開催するイベントのお知らせです。はい、うん、今週末ですね、アワサーという、ブランドの、受注会を行うんですけれども、今日アワサーの鈴木さんに来てもらっております。はい、アワサーの鈴木でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。別でデザイナーはねいるんですけど、はいはい、一応、DF の、鈴木さんですけれども、関わっているということで。はい、はい、そうですね。DF でも働きながら、うん、ちょっと別の仕事として、このアワサのディレクションとか、あとは営業とか、はい、そういったことをやっております。はいはい、一応、24SS、はい、スタートの、はい、もう新しい、もうできたてほやほやのブランドでございますけれども、はいはい、なのでまだどこにも出ていない。そうですね、はい、アイテムばかりでして、はい、で、ちょっと今回うちで、この土日で、受注会を行いたいなと思っております、はい、ありがとうございます。どうでしょう、アワサとはどんなブランドなんでしょうか。はい、アワサっていうのがもともと、先ほども言いましたけど、そのもう一人女性のデザイナーがおりまして、はい、で、その彼女の一応故郷が、福井県にはなるんですけど、うん、その福井県の昔の言葉で「あわさ」っていうのがあって、何かと何かの間とか、はい、こう真ん中とか中間っていうのを一応意味する、そういう言葉でして、うん、それが一応元のブランドの大元のコンセプトというかになってまして、はい、もともと物を作るとか何かをこう生み出すときに、ちょっとこういろんな考え方を2人でこう掘り下げていったときに、あまりこう何でしょう、人なのでこうがいい、ああがいいっていろいろあると思うんですけど、極力そこをもう少しフラットにこう、中庸っていうね、中国の言葉でありますけど、どっちかにこう偏ることなく真ん中にこう立って物事を考えるとか、それがこういろいろベーシックとトレンドの間とか、冷たいあったかいの間とか、オンとかオフの間っていう、もう全てにおいて真ん中でこう物事をいろいろ考えていこうっていうところで、うまくリンクしてちょっとこう合わさっていうのを、ブランド名にはしてますけど、一応コンセプトの大元にある、考え方で動いてるブランドですね。はい、はい、で、もともとその日本語でいう合わさる、もうちょっとそこにニュアンスとしてかかっていて、もともとこういう服を作る段階で、やっぱり一番最初にこう物を作っていくっていうところなので、やっぱり技術、洋服を作る、その生地だ、職人さんとかね、生地だったり縫製だったり加工だったり、いろんな専属の技術者って呼んでますけど、本当にその職人さんが日本全国にいろいろいらっしゃるので、そういった方のこういう思いとか、その引き継いできたこう技術とか、そういったところと、僕らが作ろうとしているものと、あと実際ご購入いただく方、お店でこうやって売ってる人、いろんな人のこう思いとか考えとか、いろんな技術とか技とかがこう合わさっていく、そういう意味合いっていうのもちょっと、テーマにできたらなと思っていて、はい、こういう名前にしております。はい、でもどうでしょう、ラインナップ的にも、はい、上から下まで、そうですね、はい、結構幅広く、はい、見応えのあるラインナップになっているんじゃないかなと思うんですけれども、はい、うちの何でしょう、 TF の、いわゆるプライベートブランドというか、はいはい、オリジナル的な立ち位置でやっているブランドというわけではないので、そうですね、はい、僕がそういうディレクションで一応携わってはいますけど、基本的にやっぱり別でもう一人、デザイナーもいて、はい、でじゃあ TF に全部めちゃくちゃぴったりはまるかっていうと、多分そうでもないかな。そうですね、TF っぽいものもあれば、あるとは思いますけど、そうじゃないものもね、そこはちょっとあまり意識してないので、はい、今回ちょうど 24SS なので、今もちょっと引き続きやってるんですけど、一応展示会ベースで動いていて、はい、日本のそれぞれセレクトショップのバイヤーさんにこう見ていただいたりとかしてる中で、やっぱりセレクトショップなので皆さんセレクトされる
わけですよ、うん、で岡本さんもまあ、まあ、僕も TF の、ね、はい、バイヤーなので、まあ、ここの中から多分まあ全部じゃないにしても、うん、バイイングをこうしていただけるもんだと思ってますけど、まあまあまあ、はい、まあやっぱりそれが結構セレクトショップに下ろす側としてはすごい面白いなと思ってて、うん、まあ色が出ますからね、色がすごく出るので、はい、まあ、それをまああるって分かった上でこういうラインナップを作ってるっていう感じですね、うん、はい、まあ、なので僕が何でしょう、仕入れでオーダーしなければそのアイテムはその 24SS のタイミングで、はいはい、TF には並ばないということになりますので、はい、まあ、ちょっとそれだとね、まあ、もったいないという言い方もあれなんですけれども、まあ、このラインナップせっかくのファーストシーズンなので、うん、できるだけね皆様にご覧いただけたらなというところで、はい、まあ、今回こういう場をご用意しておりますので、はい、まあ、当日、まあ、鈴木さんがおりますので、しっかりそういったですね、まあ、生産者とか、はい、まあ、作る側、企画する側、デザインする側、まあ、あとはその僕らの、まあ、売る側だったりとか、まあ、お客様の間のことをですね、まあ、いろいろと、まあ、語ってくれるはずですので、そうですね、はい、なんかまあそういう思いとかそういう技術とか、うん、まあいわゆるうんちくって言われるものもニュアンスとしては近いかなと思うんですけど、うん、まあ、なんかそれを知った上で着る服と、うん、もう単純に、まあ、そんなのはもう仕事、ね、仕事だから当たり前だ、うん、でもかっこいいからいいじゃんって着るのとはちょっとね僕の中ではニュアンスが違うので、はい、どちらかというとやっぱり、まあね、まあ、前者でありたいなというところがあるので、うん、まあ、別にじゃあこれを今から1点ずつ語るかっていうと多分そんなことは多分しないですけど、まあ、それは店頭で、はいはい、そんなに大っぴらにすることでもないと思うんですけど、まあ買ってくださる方がそこまで一応背景というか、うん、後ろのことを別に隠すつもりはないので、まあ、そこまで分かっていただいた上で、まあ、見ていただけたら買っていただけたら嬉しいなという感じですね、はいはい、ということで、はい、はい、まあ、ぜひこの2日間、はい、まあ、今週末の土日ですね、はい、まあ、12時から8時まで、お待ちしておりますので、はいはい、まあ、ぜひこの、新しいブランドアワサ、はい、ご覧いただけたらと思います、はい、オーダー特典もちょっとありますので、はい、オーダー特典あります、楽しみにしてください、はい、では、今週末も皆様のご来店をお待ちしております、はい、ありがとうございました。